依頼で手助けに来た。ここまでいけずなお人なのよ、あの人は。ねえ、こいつがドリーミーのリーダーよ。あなた、状況が分かっているのかしら。単身アジトに乗り込んできて、こうして私の仲間に囲まれているのはあなたの方なのよ。さっさと尻尾を巻いてお逃げなさいな、おバカなパッカ。私は優しい大人だから、今なら年下のお板の一つくらい見逃してあげてもよくてよ。言ってくれはりますな。バッチはあえて一人で来たんで、部下を可愛がってくれたお年前を、夕ご飯を呼ぶまでもない。アンさんらみたいな人間のクズの相手は、まあ言ってくれるじゃない。でもそういうセリフはこの夢を破ってからお言いなさいな。なんやこの甘い匂い。しまった。おや、夕ご飯いけまへんわ。そんな、わっちが最愛のパートナー。さあ、あなたも眠りに落ちなさい。お子様は甘美で幸せな夢が。大人に立てつくからこうなるのよ。起きて。ねえ、起きてよ。もうどれだけ声をかけても起きてくれないんだから。レノ、君の寝顔を見てるの楽しかったよ。ねえ、今日いつ帰ってくれる？私ね、もっともっとわがまま言ってごめんね。こういうの迷惑？ありがとう。だから甘えちゃうんだよ。でもこんなの君にだけなんだからね。ねえ、私アカウントのパスコードいいでしょ？教えてくれたら。甘い夢を見るのはそこまでだ。やれ、無限ドラモン。やあ、目は覚めたかい？危ないところだったね。どうしてここに？君がアジトを突き止めてくれたおかげだよ、ベイ。でも無茶をしすぎたみたいだね。
君の先走り癖には困ったものだ。心配する仲間の身にもなってほしい。ユーガ、サクソのユーガ、お前がドリーミーのリーダー。お前たちの悪行もここまで。僕たちハッカーの楽園で好き放題した罪、ここで償ってもらおうか。あらあら、自分たちのお砂場を荒らされたから怒って抗議しに来たってわけね。お友達までたくさん揃えて立派ね。でも大人を舐めすぎなんじゃないかしら。そうか、お前が催眠で夢を見せていたんだ。相手の意識を揺るがしてアカウント情報やパスコードを聞き出していたんだ。デジモン風情、ここまでのことをするな。ただのデジモンではないというわけだ。大人には大人のやり方があるのよ。子供がどれだけ悪者が私たちの敵ではないという。子供に分別の一つも見せるのが本当の大人ってもんじゃないのか。君たちはこの電脳空間にはびこるガンそのものだ。みんな手加減はいらない。僕たちでエデンの敵を粛清するんだ。準備はいいかい？さあ、行こう。おりゃ！行け！
なのおかげだよ。マッチと遊んでくれますの？大人だろうが子供だろうが関係ない。エデンの悔しを現実の世界すぐに償い、瀕死のデジモンを盾にするとは往生際が悪い。命令なんてしてないよ最初からね。どういうことだ。私はファントモンを道具として使ったことなんて、ファントモン最初からずっと私のパートナーとして、ファントモン私のビジネスパートナー、これはデジモンと人間が手を組んだ犯罪。バカな人間を騙し陥れ、金を見下がる、全てファントモンの意思でもある。デジモンが意志？そんなバカな。世の中にはこういう関係もあるのよ。あなたたち子供が守ってる世界が、デジモンに意志があろうがなかろうが、お前たちのしてきたことは犯罪だ。フェイ、ファントモンを抑えていた。やっぱりお子様だよ。悪いのは私たちだけじゃないか。他の悪用されるのってあなたたちが憎むべきはこの弱っちい電脳世界。ヒーロー、二度とエデンを歩くな。
いつら。気にしなくていいよ、フェイ。やつらのアカウントデータはハッキングで盗んでおいた。どこに逃げてもこのエデンにいる限り僕たちから逃げるなんて不可能だからね。さあ、これでこの件は解決だ。みんな、ご苦労だったね。ユーゴさん、こいつはどないしましょう。一丁前に威嚇してはりますわ。仕方ありまへんわ。デジモンを裁く法律なんであらしまへん。かといって野放しにしたらまたどっかのバカを捕まえる。いや、そんな逃げは許さない。ん？デジモンであっても人間であってもエデンを荒らした罪を犯した。法で裁けないのなら僕が裁こう。君は今回、リュウジには僕からよく言っておくよ。あいつ、置いてきましたえ。アバターの完全凍結とは、恐ろしいことを思いつくもんどすな、リュウ。あの状態じゃ、意識はあっても、手も足も動かせません。何？安静の色が見えたら、ちゃんと元に戻してあげるさ。この裁き、君は不満かい？君に理解してもらえなくても仕方ないさ。僕は彼らは大勢の人たちの幸せを願ってここを作ったんだ。ドリームのような宇宙はエデンを悪事に利用している組織の、こんな相手が人間だろうとデジモンだろうと関係ない。エデンの気が強く、たとえ自分が悪になっても。
さあ、行こう。It's my hacking business.おとなしくしてな。おりゃ！おら！一丁もんでやりますか。おとなしくしてな。行け。It's my hacking business!そうや！正義は必ず勝つ！なんてな。準備はいい？
サポートを任せて。ハッキング始めるよ。サポートを任せて。さあ、行こう。みんなのおかげだよ。
ハッキング始めるよ。一丁揉んでやりますか。
ザクソンから仕事の依頼が来た。フーリエの諸君、君たちに新しい依頼だ。ザクソンから離反者が出たことは、彼らの名はチームデモンズ。ジミー・ケンを中心にした確かな筋から入った情報によれば、彼らの裏切りには陰で糸を引く者がいたようだ。その人物の名は岸辺理恵、神城の幹部だ。神城だって。彼女はおそらくハッカーたちの力を利用して、君たちにはその証拠をつかんでほしい。エデンの正常化には神城自体の浄化が必要だ。この先はただの長話だ。早い話が、神城のメインサーバーに潜入して神城の不正を証明するデータを奪ってこいと。神城のメインサーバーってアバロンサーバーかよ。ユーゴのやつまた大きく出たな。あそこに侵入するには関係者のアカウントが必要だぜ。安心しろ、その必要はない。ユーゴから神城前社長の娘、接触方法はお前と千歳に任せる。私は。お前は寝てろ。もう大丈夫だよ、サポートくらい。ダメだ。オッケー、じゃあ行こうぜ。エリカ。では教えてやろう。俺たちはこれより駆け抜き落とす。リュウジから接触方法は任せるって言われただろ。男と女がお近づきになる方法っつったら、すなわちナンパだ。彼女にしちまえばアカウントだろうが電話番号だろうがスリーサイズだろうが知り放題ってわけだ。いやあ、ユウコちゃん、僕とお茶でもどうでせうか。やだ、かっこいい。あなたのためならアカウントでも電話番号でもスリーサイズでも何でも教えてあげちゃう。ありがとう。でも僕が一番欲しいのはそんなものなんかじゃ。そう、君の心、それだけなのさ。千歳さん素敵、私の心のファイアウォールを突破してというわけだ。わかったな。お、どうやって肝心の優子ちゃんに会いに行くのかって。実はな、こんなこともあろうかと前々から彼女のことはチェックしてたんだ。なんだその目は、やましい目的じゃねえって。彼女は神城の関係者だぞ。ハッカーとしてチェックするのは当たり前だろ。警備の厳しい神城の社内では接触できないからな。とにかくだ、こういう相手は警戒されないためにも自然に出会うのが一番なんだって。自宅を張るなんざもってのほか、付近で張るのも NG だ。なんかいまいちやる気が感じられないな。いいか、確かにナンパは軽薄なものに見えるかもしれない。だがそれは大いなる誤解だ。考えてもみろ、女性の警戒心を削ぐためあくまでも偶然。そして声をかけるときには笑顔で明るく、時には紳士的に優しく。男と女が誕生したその瞬間より、世の男たちはその技術を磨き、創意工夫を重ねてきたんだ。ただ一年に可愛いあの子とお近づきになりたい、それだけのためにな。その努力を、彼女が欲しいという欲望を、お前はバカにすることができるのか。いいや、できまい。真に男であるならばな。ようやくやる気が出てきたようだな。それでいい、
それこそが真にナンパを成功させる原動力なのだ。ん？でもナンパなんてしたことがないって？まあそうだろうな。いいんだ。初めてのお使い同様、初めてのナンパは誰もが通る道だ。安心しろ。そんなお前のためにこれより今一度せのナンパ指南塾を始める。まず最初の極意だが、ナンパにそんなものは存在しない。人の数だけ恋の形があるように、また女子の数だけナンパの形も存在するのだ。つまりナンパにマニュアルなど存在しえない。だが臆するな少年、真のナンパ術とは実践の中でのみ磨かれるもの。当たって砕けろ。砕けることを恐れるなかれ、玉砕もまたナンパの正しい姿なのだ。というわけで練習だ。さあ行け。渋谷を歩き回り、好みの女の子を見つけてナンパしてこい。そして砕け散ってこい。